こんばんは、直木です、えー。今日の話はですね、今すぐにラーメンを食べるのは闇よねというわけですね、えー。何が言いたいかと言いますと、えー、ラーメンっていうのは多く食べ過ぎますとですね、体に悪影響でございまして、いろんなですね、えー、病気にかかるんですね。 あの、よく YouTuber とかですね、あの、ラーメン一週間生活や,やってみたとかですね、えー、ラーメンお送り対決やってみたとかですね、えー、馬鹿げた企画をね、やっていらっしゃいますが、えー、ラーメンっていうのは本当にかなり毒ではありますから、今すぐにやめでこういいと思います。ラーメンっていうのは、えー、主に成分っていうのはですね、えー、炭水化物、脂質、そして塩分だと思いますが、栄養がですね、かといってんですね、栄養バランスがね、取れてないんですよ。 で、ラーメンをですね、食べすぎますと、高血圧になったり、深深化になったり、あとはですね、腎臓病ですね、最悪な場合、人工透析にもなりますから、本当に危ないんですね。だからラーメンっていうのは、極力ですね、やめた方がいいと思います。あの、私はですね、ラーメンっていうのは本当に大嫌いなもので、食べないんですね。まあ、だからといって、 まあ、禁止しているわけではないんだけども、あの、私はですね、まあ、観光に行くときは、えー、その町ならではの、まあ、ラーメンですね、名物を食べていますが、えー、それ以外のことはね、えー、食べていませんので、えー、ったいなね、問題はね、えー、ないというわけですね、えー。だから、あの、ラーメンをですね、一週間ね、えー、食べている人はね、本当に危険でございますから、今すぐにですね、ラーメンをね、禁止していただきまして、あの、野菜をね、取る生活をね、意識して、えー、心がかけた方がひよろしいかと思います。 まあ、だからといって、まあ、ラーメンをですね、やめられない方もね、えー、なんかに、ね、はいると思いますが、えー、ラーメンをですね、まあ、月1回ね、えー、していただきまして、あのー、野菜をね、取る生活をね、えー、心掛けてください。あの、これからですね、えー、長く健康にね、えー、生活したい人に何かを、ね、お,おすすめて、おすすめというか、えー、ぜひですね、心掛けてほしいものであり、ありますから、えー、本当にね、あの、野菜をね、取る生活をね、意識してください。 はい。はい。というわけで、今回ですね、えー、ラーメンをね、今すぐにやめようねっていう話を、ね、してましたけども、本当にですね、ラーメンっていうのは、えー、体にまあ毒ではありますから、えあ、ー、それにまあ注意していただきまして、えー、まあ健康に、ね、気をつけて、栄養バランスをね、取、えー、ってほしいと思います。えー、それでは最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。